なんだろうね、この田舎のヤンキー感がすごいよね。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ベルサスです。というわけでやっていきましょう。久々にスプラトゥーン、プレイです。わお、4人チャージャー 竹筒っていうのがね、なんか新しくなんか来たので、それを使っていきたいと思います。で、ギアはね、なんか爆風とりあえず軽減しとけみたいな、やつです。待て待て待て、ナイス。これは仮ボムか。ナイス。待って、危ないよ。めっちゃ爆風軽減するんだけど、これ。待った、あっべし。待って、一回戻って、あー一人逃したな。待って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 、めっちゃ無言で黙っちゃってる。あ、やられた。いや、チャージャー4はきついだろ、さすがに。マジか。一足めっちゃつけたやつかわかんないけど、超強くなかった、今。ちょ待って、これ いや、あのバブルはきついだろう。バブルっていいのかな、読み方が。もうここでこうするしかなくね。いや、もうこうするしか手がねえじゃん、もう。てか俺は多分ね、もずくのね、あのマップをまだ覚えていないっていう最大の弱点を抱えてるからさ。やばいね、これはちょっとどうしようもないな。無理だ、バレスピーそんな届くの？てか、みんな一足つけすぎじゃない？何、今のメタって一足なの？ それすら俺は理解してないんだけど。待って、あー倒した。やっと一キルじゃない？この人いい加速つけてんの？どんだけそのみんな移動速度速くしたいの？っていうか、マジで3人チャージャーはやらかしたな。3人チャージャーはやらかしですわ。しゃあ、もう一回やっていきましょう。せっかくね、フェスでね、瞬発力の方に俺は入れたんで、まあ瞬発力といえばこの武器、マニューバーを使っていきたいと思います。同じ考えの人いないんだね。今のメタって結局何なの？アップデの内容とか俺見てないんだけど。おっと、待て待てい。あー、ゆっちー。でもね、なんか俺マニューバーのね、これ俺よく理解できてないんだよね。なんかおったで、今よいしょ。あー、距離取られた。てか、そっか、まあ、この時間だからね、今深夜の撮影なんですよ。深夜で野良の撮影だから、やっぱ強い人集まるよね。まあ、言い訳になっちゃうんだけど、俺1ヶ月ぐらいまともにスプラトゥーン触ってないからさ。なんかの企画で呼ばれた時ぐらいしか。待った、
あっぶねえ。ね、触ってないから企画ぐらいでしかさ俺やってないからさ、スプラトゥーンを。待った、くそバレてたか。これもずく農園ってさどんな感じのやつなの。待った、おー挟まれとるかな。うわうわ、なんかどえらいことになってんな。えー、ちょっと待って、またなんかおるやろ、なんかおったぞ今、俺見えたぞ。なんかめっちゃいる、なんかめっちゃいる、なんかめっちゃいた。あー嘘、今のでダメなの、今のでダメだったのマジで。あーくそー、マジか、せっかく溜まったからさ一回バックしてさなんかやろうと思ったのにできなかったか。まあ仕方がねっか。いやーダメだな、全然ダメだな、ポロッポロじゃん。